これはあなたの物語、あなたの体の物語。体内細胞擬人化漫画働く細胞、テレビアニメ化決定。ここは人間の体の中、日々たくさんの細菌が侵入します。こちら白血球、細菌の駆除完了。細菌やウイルスと戦ったり、酸素を運んだり、傷口を塞いだり、日々繰り広げられる細胞たちの知られざるドラマの数々。あなたを元気にするアニメ、働く細胞、2018年7月放送開始。日々繰り広げられる細胞たちの知られざるドラマの数々。